随一、サインポール作詞の例。上の図の縞模様は、実際には、右下向き45度の方向に流れているが、幅広い帯が下に下がっているのを、縦長の開口部から覗いているように見える。サインポール作詞とは、サインポールのような斜めの縞模様のポールをその軸を、中心に回転させると、縞模様が回転の方向ではなく、回転軸の方向に動いているように見えるという。 作詞である。動くものに対する人の脳の視覚処理には、偏りがあることを示すものである。バーバーポール作詞とも言う。図に、サインポール1929年、心理学者のジョイギル・フォードは、非公式に回転するサインポールの島模様の近くされた動きのパラドックスを指摘した。サインポールは、その垂直軸上の所定の位置で回転するが、島は、 ポールと一緒に回転するのではなく、上向きに動いているように見える。ギルフォードはこの現象を仮に眼球運動に起因するとしたが、この問題に関するデータがないことを認めた。1935年、ハンス・ワラッハはこのトピックに関連した一連の包括的な実験を発表したが、この論文はドイツ語で書かれていたので、ドイツ語圏以外の研究者にはすぐには知られなかった。 英語による要約が1976年に出版され、1935年の論文の完全な英訳が1996年に出版された。ワラっの分析は、対角線の終点と曲の円によって作られる暗黙の開口部との間の相互作用に焦点を当てていた。図3、この例では、島模様の動きは、 随一と同じだが、開口部が東方性を持っているため、実際の島模様の動きの通りに動いて見える。この作詞は、参照フレーム内の棒や輪郭が、その、本当の動きの方向についての曖昧な情報しか、提供していないために起こる。線の実際の動きには、いろいろな可能性がある。そのため、開口部の形状によって、同じように動いている輪郭の動きの方向が決まる。傾向がある。 開口部が垂直方向に伸びていれば島模様が垂直方向に動いているように見え、水平方向に伸びていれば水平方向に動いているように見える。開口部が円形や正方形のような等方性のある図形の場合、近くされる移動方向は通常、島模様の向きに直行する。近くされる動きの方向は開口部の内側の境界線内での線の端点の 集団に関連する。例えば、垂直方向の開口部は、垂直方向の端部が長くなり、より多くの集団点が明確に垂直方向に移動するようになる。この強い運動信号は、我々に垂直方向の運動を近くさせる。機能的には、このメカニズムは、我々が移動パターンを一方向に移動するものとして、確実に近くするように進化してきた。 四角形における個々の動きに敏感なニューロンは視野のごく一部しか見えないため限られた情報しか持っていない。追加の情報がない場合、四角形は可能な限り遅い動き、すなわち移動線に直行する動きを好む。フェレットの四角屋ではサインポールのようなパターンを近くするニューロンが確認されている。作蝶の一つであるシェパード音階では聴覚における 同様の効果が見られる。ありがとうございます。